はい、約束の時間になりましたということで、えぐいニュース飛び込んできましたね。えぐいな、これはね。山田慎、桐蔭横浜大フォワード4年、フロンターレ入団内定ということで、いやー、えぐい。なんかその大学生のね、入団内定だの、高校生が入団内定だの、なかなか話が飛び込んでこなかったんだけれども、いきなりね、いや、大物が、大物っていうか大学ナンバーワンストライカーでしょ、これはえぐいっすね。えげつないニュースが、いや、とりあえずね、本当山田選手、内定なんかおめでとうございますということですね。山田慎はあれだもんね、やっぱユース出身ということで、またフロンターレでプレーできる、轟でね、プレーできるっていうのがね、すごく良かったなと思っているわけなんですよね。まあ彼ね、U13 とか、U15、U18、本当フロンターレっ子なんで、その彼がね、良かったですね。本当大学でしっかりね、なんだろう、経験積んで、ようやくその帰ってくるタイミングがね来て、非常にほっとしているし、嬉しい話だなと思っているわけですね。なんかね、自分もね、今まで何回か動画投稿したんですよね。山田選手が、どうなるのかとかね、浦和に練習参加するだの、ね、フロンターレに練習参加するだの、しないだの、ね、確か、春のキャンプとか、今年かなんか、甲府の練習にも参加したんっていうね、話もありましたよね。まあね、結構だからいろんなクラブが注目していた選手の一人として、山田慎ということで、やっぱりね、川崎愛がね、ラブ川崎が勝つわけですね。フロンターレ愛ってことですよね。本当、良かったなと、ね。直近だとね、この前、天皇杯、やったんだっけな、桐蔭横浜は、立正と天皇杯やってね、ゴール決めましたけど、ね、とりあえずほっとしてる、ほんと。ねえ、なんかこれでもし、ねえ、他の J1 のビッグクラブに取られたりとかしなったらね、ちょっとトラウマだよね。中川照みたいな時みたいになっちゃうとね、ちょっと、ピエンだよね。でも、とりあえず、決まってよかったなと。川崎選んでくれてありがとうっていうことですね、本当。まあでもね、本人もね、コメントしたみたいですね。また轟でプレーできることを、まあ、とても嬉しく思うと。で、これまで支えてくださった方々に感謝していると。常に向上心を持ち、フロンターレの勝利に貢献できる選手になることで恩返しをしたいと、応援よろしくお願いいたしますと。いや、頼もしいですね。
山田選手はあれかな、多分桐蔭横浜大ということもあるので、4年連続の桐蔭横浜から加入内定っていう感じですかね。全員もそうだったし、ケントもそうだったでしょ。で、次の年、早坂くん。で、山田慎。ね、4年連続ですよね。じゃあ来年は山内ひなたかな。ね、まあそれは冗談っていうかね、まあ、あるかもしれないから、まあまだわかんないですけど。ね、いや、嬉しいですね、本当。もう語彙力ねえな、本当ね。語彙力失った、マジで。いや、でも、ね、入ってから本当頑張ってほしいなと、思っております。山田選手は多分あれでかな、フロンターレ入団したら、ポジション的には3トップの右とかかな。右か左か。まあ多分最終的にはね、この選手、やっぱりストライカータイプだと思ってて、やっぱ点取るのがっていうところが一番やっぱり彼のストロングポイントだと思ってるので、まあその、相手の裏を飛び出す系のストライカーだと思ってます。まあ多分推進力もあるんでね、スピードっていうところも生かして、まあ最初はね、ウイングとか3トップのその右左あたりをね、やっていく感じになるのかなとは思ってるんですけど、ね、まあ最終的にはなんか、小林優みたいにセンターフォワードに感じになっていくんじゃないのかなと思ってます。まあでも、タイプ的には、まあ本当なんだろう、推進力のあるストライカーっていうイメージで、まあ大久保嘉人、まあ嘉人ほどテクニックがあるかはちょっと分かんないんだけど、小林優、あとはまあこういう佐藤久人とか、こんな感じになっていくんじゃないのかななんて思ってますね。どういう感じに、ね、なっていくのかなっていうですね。まあ個人的にはね、よしという佐藤久人みたいな、こういう感じになってくれたらなと思ってるんでね、本当活躍を楽しみにしているところであります。あとはね、これから桐蔭横浜大の山田慎の活躍とかね、ちょくちょくやっていこうかな。ね、フロンターレやっぱせっかく入団内定決まったし、ね、あとはやっぱり桐蔭横浜大をね、結構試合見に行く人も、フロンターレのファンとかも結構増えていくんじゃないですかね。ね、もしかしたら。あとはね、桐蔭横浜大山田慎以外にも、3年生にね、まあ、脇坂康人タイプとも言われてる、攻撃的ミッドフィルダーのね、山内ひなたが、っていうね、大物がいるので、山内ひなたっていうのは、フロンターレの U18 にはいたんだよね。まあ、あんまちょっとちゃんと調べてはいないんだけどね。ああ、ユース出身って書いてあるね、桐蔭横浜大のホームページ見たらね。ちょっと彼もね、来年ちょっとね、良さげな感じなので、良さげっていうか来年ちょっと注目すべきね、どこに入団内定するのかっていう、できたらね、フロンターレ来てくれたら嬉しいよね。ね、まあどうなるのかわかんないですけど、注目したいなと。あとね、山田くんと同じ学年、他にもね、水野選手とか、何人か中野選手とか入団内定してる選手はいるんですよね、他の J クラブに。で、
あとね、ちょっと気になってんのが、高吉翔馬。こいつ、この選手ちょっと気になってるんですよね。フロンターレ U18 出身の桐蔭横浜大の、ね、割と球際の強さっていうところを武器とする選手なんですけど、彼は、高吉選手は、ね、なんか結構他の J クラブっていうか、注目してるんじゃないかみたいなニュースが、ね、出てきているんですけど、ちょっとどうなるのかなって、彼もね、なんかちょっと気になってるんですよね。ポジションとしてはサイドバックなのかボランチなのか、ちょっとちゃんと調べないといけないね、これから。ちょっともしこの選手ね、球際が強いっていうのは知ってたんだけど、ちょっとはっきりポジションが把握していないところがあるんですよね。ちょっともうちょっといろいろ調べ込まないといけないな、俺も、ね、ちょっと気になってるんですよね。もしね、フロンターレの補強ポイントとか、ね、弱点を補える選手かもしんないと思ってるんで、ちょっと高吉選手ね、非常に注目しております。なんでね、結構桐蔭横浜、ね、やっぱこれから、我々は見ていかなくちゃいけないと思ってるんですけどね。まあね、山田氏にとりあえず本当、おめでとうございますよ。まあね、わかんないですけどね、どうなるか、試合出れるかっていうのも、フロンターレはとりあえず右ウィングが補強ポイントで、右ウィングでね、もし外国人とか、そういう即戦力級が来た場合ね、当然出場機会っていうのは怪しくなるじゃないですか。だからもしかしたら1年目で J2 にレンタルっていう可能性もね、ゼロじゃないと思ってるんですよね。まあそれでもまあありかなと思ってます。1回1年目か2年目でレンタル出してみて、で経験積んだらまたフロンターレに戻ってフロンターレで頑張ってもらうっていうね、選択肢も当然ありかとは思ってるんで、まあ、とりあえずね、入団内定フロンターレが取れたっていうのはね、本当フロント見事だったなと思ってます。なんでね、フロントなんか竹内が強化部長になってから割と新卒取るの得意だよね。他のクラブから選手取るっていうよりは、なんか新卒取って育てるみたいな方がなんかやり方的には合ってんのかな、このフロントは。今のフロント陣は庄司さん抜けてからね、なんかそんな気がするんですけどね。まあね、とりあえずね、本当フロントも見事だし、山田選手も本当おめでとうございます。なんでね、とりあえず来年も楽しみだし、とりあえず今年ね、桐蔭横浜大でね、もう点取りまくって頑張っていってほしいなと思っております。